かきたまチャンネルの吾妻優心です。今回の動画は文房具紹介なんですけれども、おそらく、いや確実に、まあ、今のところは、私かきたまチャンネルの吾妻優心が今年一番発売を楽しみにしていた文房具でございます。それでは早速お呼びいたしましょう。こちらでございます。くつわさんのペン字消し。はい、こちら、くつわさんのペン字消しなんですけれども、今年の3月、2020年3月に発売されたばかりの新商品でございます。こちら、字消し自体はですね、以前紹介したの皆さん覚えてますか？こちらの字消しね。私もまあまあ使ってるんですけど、これがですね、めちゃくちゃ良くて、あのね、この消しカスの中に鉄粉が混ざってるんですよね。なので、この下にこう磁石がついてるんですけど、これ出た消しカスをこの磁石にくっつけることができて、これですね、こうですね、こう。パチッとやるとこれ、消しカスがポロって離れて、ゴミ箱にね、ポッてね、ワンタッチで捨てられるというですね、机の上を常に綺麗にすることができる素晴らしい商品なんですけれども、なんとこちらのペンタイプがですね、最近新しく発売されたと。でね、こちらのペン字消し、このペンタイプの字消しはどこにネオジム磁石がついてるのかーっていうと、こちらの上の部分ですね、ちょっと開けてからまた見せたいんですけど、あの、この赤い部分、ここに磁石がついてるみたいです。で、これをですね、ここにキャップがあるんですけど、キャップをこうね、引くことによって、消しカスをね、ポロッとね、出すことができると。でね、このペン字消しの、このですね、消しゴムの大きさですね、直径が5ミリで細かいところまでよく消える、日本製の安心安全、日本製の消しゴムですよ、ということで。で、この本体カラーが3色あって、ホワイト、ブルー、レッド。私は今回レッドを選びました。で、お値段はですね、税抜き500円でございます。それでは早速開けていきたいと思います。いや、これは本当に、もう本当に本当に楽しみにしたんですね。私、大学生になってからペンタイプの消しゴムをなんか欲しいなと思って、いろいろ探してたんですけどね、このペン字、こちらのペン字消しもですね、今回その候補にもうね、もちろん入れさせていただくつもりでございます。いやー、マジ楽しみでね、ツイッターでね、この、くつわさんっていうこの文房具をですね、作ってらっしゃるこのくつわさんっていう会社がですね、その、かきたまチャンネルさんに紹介してもらいましたっていう風に、ね、ツイートしていただいて、本当にね、公式に反応してもらえるってね、もうファンとしては一番ありがたいことですからね。っていうことで早速出てきましたけども、ドドンこんな感じで、ね、こう、字消し、字消しって書いてあって、こっちね、ここがネオジム磁石になってて、こうですね、引くと、ね、すごい軽いですね。軽い引き心地で引くと、このね、こっちにくっつけてた消しゴムを離すことができると。でね、ノックすると、こんな感じでね、消しゴムが出てきまーす。これで詰め替え用もあるんでね、なくなったらね、詰め替え用もぜひね、買って詰め替えてねってことね。なんかね、ノックの感じが気持ちいい。あのね、ちょっとね、また別のブランド出しちゃうけど、その、バンダイとかが作ってるおもちゃ、仮面ライダーの変身アイテムとか、みたいななんか、のボタンみたいななんか押し心地。すっごい気持ちいい。これどんぐらい出すのが適正なのかな？何ミリぐらい出すのかな？3、4ミリ消しゴムを出してって。3、4ミリ？これぐらい？これぐらい？じゃあ何ノックだ？ 3 ノック、3ノックぐらいして、いい感じに出ますね。まあ2回ノックしてってね、こっちに書いてあるけど、2回って。心もとない気するけど、まあ、2回でもいいのかな。それではね、早速ね、先ほどの撮影で、こういう落書きをしてみました。これをね、消したいと思います。さあさあ、消すわよ。消しちゃうわよ。じゃ、このね、こんにちは。消しますね。あー、いいですね。相変わらずの、このね、字消しね、ちょっとね、消しゴムがね、固めなんですよね。これがね、私好きなんですけど、相変わらずのね、この消し心地。いや、やっぱり2ノック足りない気がするな。3ノックは必要かなとね、個人的に思います。あ、いいじゃん、いいじゃん。3ノックがいいよ。うん。すごいイントネーションおかしかったけど。こんな感じで、消しました。で、消しカスがね、こんな感じで出ると思うんですけど、これはもうご心配なく、こちらで赤い部分に磁石ついてます。はい。ささ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 さ。ささ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 さ。さささささ。おー、すごいすごいすごい。見る見るうちに机が綺麗になっていく。はーい。こんな感じでね、見えますかね。こうね、消しカスがつきました。で、これは、ちょっと手の上にも出しちゃうね。引くと、あ、こんな感じか。くっつけて、離す。くっつけて、離す。あ、面白い。あ、面白いこれ。いいじゃん、これいいじゃん。しばらくね、私の筆箱の中に入れて、ちょっとね、学校で使ってみたいと思います。はい、ということで、今回は、くつわのペン字消し紹介してみましたけれども、皆さんいかがでしたか？気になった方はですね、ぜひ、ネットで調べてみるなり、お店で手に取ってみるなりしてみてください。今回はですね、前にね、まあ、字消しを紹介させていただきましたので、まあ、手短めに紹介しましたけれども、これかなりいいな。なんかね、ちょっとさ、なんか、長いとか言ったじゃん。そういうね、長くて折れやすそうとか、そういうのがですね、このペン字消しだと心配ないので、
これかなり安心して使えます。でね、消し心地としては、まあ、まあ、安定の、まあ、このね、ペン字消しじゃなく、方の字消しとも変わらず、消しやすいと。でね、コンパクトになって、ただこれなんかクリップとかがないから、こう、まあ、そういうもんじゃないか、そういうもんじゃないか。ペンタイプの消しゴムが欲しいと思ってる、まあ、学生の皆さん、大人の方でもね、いいんだけど、ペンタイプの消しゴム欲しいと思ってる方は、ね、ぜひね、これはね、視野に入れてみてください。ということで、以上、かきたまチャンネルの赤妻ゆうしんでした。たったー。